はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ鉄血のルフェンズ、今回月光のステージ2をやっていきたいと思います。まあ、ステージ2はまだ多分楽だと思うんで、暗殺の首謀者行きましょう。兵士も普通だな、ちょっとわかんない。ジャンマルコの部下とかさ、カリストパイロットとかすげえ普通のやつらなんだけど、まあ行こう。数奇な開口を経て、アルジミラージは自らの標的であったテッド・モルガトンの娘リアリナ・モルガトンと同行することになった。それはアルジが復讐のためにガンダムの力を欲したように、彼女もまた復讐のため彼の力を欲したからである。リアリナ・モルガトンは助けた。これからどうするんだ。それはお嬢次第だ。決めたわ。お嬢、私はお父様の仇を討つ。だからあなたたちも力を貸して。俺がダディ・テッドから頼まれたのはお嬢の身の安全です。私の命も狙われてる以上、相手を突き止めやっつけることが一番の安全よ。ちゃんと店舗の頭目が暗殺されたんです。相手は身内の可能性も高い。これはガキの喧嘩じゃないんです。俺と野良犬一匹とお嬢だけでは手に余ります。おい、野良犬って。だからまずはブブリオインシンナに会いに行きましょう。ブブリオインシンナ、わかりました。ブブリオ・インシンナ、数年前までテッド・モルガトンの相談役として従事し、タント店舗を陰から支えてきた組織の良き理解者である。長年の信頼を頼りにブブリオの見解を尋ねるべく、リアリナたちはアバランチアンダースリーへと向かうが、その選択さえすでに黒い影の手の内であったことに彼らはまだ気づいていない。の首謀者、
早々に叩いてやろう。後ろから来そうだな、例によって。コンテナ船5体内、コンテナ船はもうどうせチャンスステップとか使えないから動かすだけ動かす。一応ちょっとこれ確認しよう。対象ステージクリア。あー、この2つはないかな。アルジミラージ、ゲットゲージマックスか。なるほど、ここは普通にクリアすれば良さそうだね。というわけで、まあ、最初は進んで、どうしようかね。アークエンジェルこっちにくっつけておきたい気もするけど、まあ、くっつけておこう。どうせ右側から敵が来そうだから1回目はちょっとしょうがない。これで今日2ターン目。さあ、スーパーソニックトランスポーター、ちょっとまだ遠いか。いやでも2ターン目も攻撃範囲内には入れなそうだけどな。展開だけしておく。このでっかいやつ横にくっつけとこう。でミサイルでいかなきゃいけないんだ。ダメだ、届かん。さあ、そしてソニックトランスポーターを戦艦連携で倒そう。テストフリーレベルアップ。前回あそこ WOF をやり直したからね、みんなちょっとレベルが上がってる。ミーティアこいつくっつけとこう。なんかモビルアーマーとしてのなんか強みをいまいち感じらんないよな。なんかめちゃくちゃ強いって感じしないで、むしろデカすぎてさ動きづらいし攻撃も食らうし。まあそれはミカミックスの力量が低いからかもしれないんだけど、ただエネルギーはもうむちゃくちゃあるからな。エネルギーのあれつけてっから、まあ、アークエンジンはちょっとここで待機だな。次のターンでいけるね。でちょっとソニックトランスポーター下に下げて戦艦連携1体しか入らんけど、まあいいや。ちょっとミーティアマジでどうしよう。マジパージしてんだけど。そしたらマジミーティアの意味がなくなるからな。じゃあ先に到達しちゃおう。まあ、こっちに来るよね。めちゃくちゃ近くに出てきたんだけど。忍耐力2か。
回答。じゃあ先に出すか。サンドロック、やはり宇宙用だけあっていいな。ヒートショーティーじゃないとダメか。硬いな、さすがにいいな。ちょ、格闘だからこいつ欲しいな。僕たちの戦いをしよう、サンドロック。やらせない。いただく。にって持ってたっけ、なんか持ってる可能性あるってほら持ってたわ。で、あと残ってんのはギャラドホルンだけっていうか、こいついたわ。もうめんどくさいこいつ。せめてもっと硬ければな。全然前線に出せるんだけど、まあ硬いか、ヒットポイントがめちゃくちゃ高いか、3万くらいあるとか。囲まれたらこいつすぐ撃墜されっかな。よし、ちょっと街で行こう。まあ一応ね、こいつもちょっと倒していかないと。うっ、倒せねえ最悪なんだけど今度こそ。よし、これで終わりじゃない。なんかヒットポイント調整ミスるのが多いな今回。どうしようかな。液車で倒すか。早めにダブルオーにしたいからね。戦艦あんまり経験値高くない気がする。早かったな。30分以内に終わった。ウェポンコンテナ、これ手に入るのか。武装500、どのくらい強くなんだろうね。さてさて、じゃあ恒例のまた開発を見ていきますか。3フリーダムに戻るだけか。ストフリ、ジャスティスのミニティア、いらない。6ノワール、やっぱりちょっとな、射程が短いからな。ブルデュエル、まあ同型機か、変えていこう。ちょっと変えられるだけ変えていこう、せっかくだし。ストフリはもうなんかストフリで一旦完成見せそうだけどね。で、こいつはダブルオーだと7までやんなきゃいけないか。バルバトスは5形態までやったから2、3、4、今度6形態か。でローエングリーンランチャーめちゃくちゃ使いやすいんだよな。ブルーフレームセカンドリバイ、これ基本能力たっけんだけど、ちょ普通だけどね普通だけど基本能力高いな。でもローエングリーンランチャーめちゃくちゃ魅力なんだよな。こいつもな、38あるしな。こいつまだ無理でしょ。ヘビエムズも2とかじゃ無理だしな。サンドロック回4レベルになったけど5レベル必要か。ストライクもパーフェクトが6、バイ8全然ダメだな。
こっちは、あ、これリヴァイがいけんのか。セカンドリヴァイ、リヴァイだよね、リヴァイ兵長だよね。いやーでもこれ8位な、完全にあれか、狙撃を期待か。コンバットナイフしかないかんな、接近戦が。ローベングリーンで7でしょ。こっちはタクティカルアームズがあるからな、接近戦もこなせるんだよな。いやー射程1でかくなるのはでもでかいけど、これもやってみたいな。基礎能力高いからな。じゃあこいつこれにしよう。でケルディムはまあまあこのままか。よしという感じで今回はこれで終了します。お金ちょっと貯まってきたから少しオプションパーツとかも見直したい気もするけど、まあまあ今回とりあえずこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。